皆さんこんにちは、靴磨き芸人のスバルの奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、前回に引き続き半年に1回の手厚いケア方法についてお伝えしていきたいと思います。で、前回の動画でですね、靴をすっぴんにし終わりましたということで、今回はですね、実際に手厚いケア、こちらの方をやっていきたいと思います。で、前回のすっぴんする動画まだ見てないよって方はですね、こちらの方に出しておきますので、こちらを見てから、ぜひぜひ見ていただければと思います。さあ、ということで早速ですが、靴に対して大切な手厚いケア、こちらやっていきましょう。さあ、それではやっていきたいと思います。使うものなんですけれども、こちら、デリケートクリーム、こちらをまず最初に塗りまして、その後に自分は、ツヤを出すためにこちらクレーム1925を塗っていきたいと思います。で、なぜ今回ですね、2種類のクリームを使うのかと言いますと、自分はですね、普段こちらクレーム1925のみを使っているんですけれども、今回なぜですね、こちらデリケートクリームの方も使うのかと言いますと、そこに手厚いケアたるゆえんが隠されているからなんです。どういうことかと言いますとですね、こちらデリケートクリーム、以前にも何回か紹介したことあるんですけれども、デリケートクリームっていうのは普通の乳化成クリームよりも水分量が多めのクリームになっているんですね。で、普段ケアする際はですね、靴の栄養である油分っていうものを補給した方がいいっていうふうにお伝えしているんですけれども、たまにはですね、こういった水分量多めのデリケートクリームのようなものを入れてあげて、保湿というものを行うといいようなんですね。栄養である油分というのももちろん必要なんですけれども、水分もですね、しっかりと外側から入れて保湿をしてあげると皮にはいいようなんです。で、皮のことを最大限考えて一番手厚いケアを毎回してあげるのであれば、毎回ですね、こういったデリケートクリームでの保湿から靴クリームでの栄養補給までしっかりと手厚くやってあげた方がいいようです。まあ、ただ毎回デリケートクリームから入れるっていうのはなかなかちょっと面倒くさいですし、で、普段のケアであれば靴クリームだけのケアでも全然問題ないので、自分は普段は靴クリームだけを使うようにしています。で、今回はですね、靴クリームの方に自分はクレーム1925を使ってるんですけれども、こういった油性のクリームがない場合は普通のこういった乳化成クリームでも全然問題はありません。さあ、ということで靴に練り込んでいきます。次にブタキブラシでブラッシングしていきます。そしたらクロスで磨いていきます。で、このクロスで拭き取る作業っていうのはクリームごとに必ず行うようにしてください。なぜかというとですね、前のクリームが残っていると後のクリームと混ざってしまうという恐れがあるからです。次に靴クリームを塗っていきます。ブタキブラシでブラッシングをしていきます。そしたら布でクリームを拭き取ると同時に軽く磨き上げていきます。で、拭き上げる際はですね、この拭き上げるときに引っかかりがなくなってサラサラと拭き取れるぐらいまで拭き取ってあげるようにしてください。引っかかりがあるということはですね、そこにベタつきが残っているということなので、そのまま靴を履いてしまうとですね、そこにホコリが付着して、結局そのホコリからですね、油分が吸い取られてしまうということになるんですよ。なので、この靴表面がサラサラと拭けるっていうのを一つの目安にして、余分なクリームっていうのを拭き取ってあげるようにしてください。さあ、ということで磨き終わりました。ということでですね、片足だけ今回磨いたので、一応ビフォーアフターのような形にはなっているんですけれども、こんな感じになってますね。こっちがビフォーアフターになるんですけれども、しっかりとですね、デリケートクリームとクレーム1925を入れてあげたので、しっかりとですね、皮はもっちりとしてツヤが出てきていると思います。で、こちらがビフォーになるんですけれども、特にこの履き際のところの違い見ていただいて分かるでしょうか。ビフォーの方はですね、少しちょっと乾燥気味なのが分かりますかね。若干白くなっていると思うんですけれども、こちらにですね、しっかりとデリケートクリームを入れてあげることによって皮に潤いが与えられてもっちりとしてきます。で、そこにさらにサフィールのクレーム1925を塗ったことによって、このような感じでツヤが出ている、そういったような形になっているんですね。なので、この半年に一度はデリケートクリームを入れてあげるっていうのがいかに大切かっていうのはこちらで分かると思います。さあ、ということで、いかがでしたでしょうか。2回にわたってお伝えしてきた半年に一度の手厚いケア方法、してあげるとですね、やっぱり靴もですね、保湿から栄養補給までされてすごい元気になりますし、そういった手厚いケアをしてあげるってことによって、また靴にですね、愛着が湧くっていう
もんなんですよね。さあ、ということで今までですね、手厚いケアしてこなかった方もですね、これを機会にぜひぜひやってあげてください。すっぴんにした後にデリケートクリーム、保湿からクリームの栄養補給まで一連の流れをですね、半年に1回はやってあげるといいと思います。さあ、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。